かくまわれている間、氏郷のために作ったと伝えられているのが琳閣であり、以来幕末城内で大切に使用されてきました。ところが戊辰戦争で会津藩が敗れ、明治をはじめ幕末城が取り壊されるため、石州に会津制覇の森川天元は貴重な茶室が失われるのに惜しみ、自宅へ移築し、以来120年にわたりその保全に努めています。